こんにちは。ファイブスター子どもスクールの阿部です。本日の子育てのヒントは、効果的に学ぶ時のコツです。これはもう子育て関係ありません。何か自分が学んで何かその行動に変えたい時とかにポイントなんですけど、やっぱインプットだけじゃなかなか記憶の定着ってしないって脳に言われて、ちょっと海馬とかそういう話になってしまうんですけど、短期記憶じゃなくて長期記憶にして、いつでも自分がその学んだことを実践できるようにしていきたい。その時のコツがアウトプットしていくってことなんですけど、どれぐらいアウトプットすればいいか。アウトプットって誰かに話すとか書くとか実際にやってみるとか、そういうことなんですけど、2週間で3回、2週間でそれを3回思い出して、何かアウトプット、喋る、書く、実際にやってみる、誰かに教えるってことをやると長期記憶に残りやすいって言われてます。だから多分いろんなことを学んでると思うんですよね。何でしょうか、本当に幼少期だったら鉛筆の持ち方とか記憶力の高め方とかたくさん学んでらっしゃると思うんですけど、本も読んだりとか、それをどんな形でもいいんで2週間に3回アウトプットしましょう。そしたらもう忘れることがないんで、いつでもそれ実践できるようになって、これ結構僕も大事にしてます。だからこうやって YouTube で子育てのヒントをたくさん喋ったり、僕が一番得してるというか、話しながら長期記憶には入ってるんですけど、ぜひ誰かに教えてあげたりとかね、子供に教えたっていいんですよ。こうやると頭良くなるんだよみたいな形でやってもいいと思うので、ぜひ試してみてください。本日の子育てのヒントでした。ありがとうございました。